Well, hello guys, Stargaming here. Welcome back to some more Sword Art Online Fatal Bullet. I hope you enjoyed the series so far. Please like and subscribe to the channel, and I'll see you guys later. この世界ではね、はるか昔に宇宙戦争があったの。多くの技術は失われ、都市は廃墟と化してしまった。ここ、SBC グロッケンは大型宇宙戦艦を使って作られたんだって。いわゆるロストテクノロジーの塊ね。そんな設定だから武器や防具はお店でも買えるけど、強力なレア武器のほとんどは攻略情報は攻略サイトでまとめられて。今日は私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロ、おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。うえ、俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ。すげえ、キャプチャーしてもいいっすか。タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ。その通りです。私はとても利口でレアなのです。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ。確実な情報なら。ちょっといいですか。そのアファシス、タイプ X ですよね。それがし、レアアイテムのブローカーやってまして、タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますが、いかがです。30メガクレジット、日本円にするダメです。私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター。当然の結論です、マスター。残念です。もしその気になったら、それがしに声をかけてくださいね。ここはいっつもワイワイ賑やかなの。情報は、なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら、女性プレイヤーが随分増えたらしいけど。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ、初心者に必要なものは揃っているわね。ちょっと寄っていこうよ。私、消耗品を買ってくるから。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺、レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？いい人ですね。ありがとうございます。いやいや。で、所持金は。やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な。私の知識は完璧です、おじさん。その2。おじさん？しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、ニュービーは所持金巻き上げられちゃお手上げだ。せっかく銃好きが集まった。バザルト・ジョーさんに見つかったのが運の尽きか。諦めて撤退するよ。今回はお前も食えねえやつだな。なんかあった？まさかプレイヤー間で売買してないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けてもらったのです。おじさんその2？おいおい、まだおじさんかよ。俺
俺、お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ、ついおせっかい焼いちまった。待って、おかしいです。銃が好きな人に悪いやつはいないはずなのです。お、いいこと言うね。確かに銃だがダメだ。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。あのバザルト城、 GGO らしいカンマンさんでした。顔はおじさんだけどいい人です。そうね。いや、久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間覚えていてくでも、呼び捨て。それでさ、君はこの前の大会のその中で、確かに、それともあの大会の中で、もしよかったら理由を教えてくれないかな。へえ、彼も僕と同じと。それで君はなんて答えたんだい。君は理屈によらず動く子が失礼。まず大した知り合いでもない僕、君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。おっと、用事の途中だったのか。じゃあ僕は失礼するよ。SBC グロッケンの主、他にもいろんなショップや一周するだけ。マスター、メールが来ました。いいじゃない、早速行って。お邪魔します。キリトさん、いらっしゃいますか。こんにちはです。いらっしゃい。道に迷わなかった？いや、ちょうどよかった。今みんな集まっているところでさ。この前の打ち上げではろくに紹介もできなかったから、改めて挨拶させてもらうよ。はいはーい、私から行きます。私はリズベット。 GGO では武器の改造を専門的に扱ってるの。武器を改造したり強化する。ほう、手数料か。ぼったくられないよう気をつけるんだな。やあね、商人さんと違って私は職人なの。値段はいつも適正価格よ。私はリーファー、仲良くしてね。特技は空を飛ぶ速さなら誰にも負けないんだけど。空を飛ぶ？あ、もしかして ALO？ そうそう、アルブヘイムオンラインっていうファンタジー系の VRMMO を。そこではね、プレイヤーは妖精になって自由に空を飛べるんだ。もちろんこっちの銃の世界も楽しいけどね。リーファさんの気持ち分かります。今までは剣や魔法がメインだったから、ここは新鮮ですよね。あ、私はシリカと言います。この子はピナ、私の相棒です。ピナちゃんってもしかして新規実装されたペットじゃないの？かなりレアなのにもう手に入れたなんてやるわね。
私と一緒にコンバートしてきた子なんです。確かに珍しい子なんですけど、 GGO 生まれじゃないんですよ。でもいくらレアとは言ってもシリカみたいにペットと一緒に行動してる人なんてほとんど見かけないわね。ペットは戦闘に参加するわけ。わかるぜ。リアルマネーが関わってくるとコストについてもシビアになる。俺もこの銃弾で。そうなのよ、同じレアものだったら GGO あとペットって何。そういえばピナ、もしかしてもうお腹が空いちゃったの？あの、私ピナのご飯代のために頑張りますから、いっぱい誘ってくださいね。よろしくお願いします。そしてこちらがシノンよ。特技は狙撃かな。よろしく。シノナの3000メートル？ありえない。普通はせいぜい1000メートル先くらいだよね。はい、これはプレイヤースキルで補正しないと不可能に近い行為です。あ、かわいい。こんな小さいアバターあるんだ。150センチくらいの女性型アバターがあるとは聞いて。こんにちは、ユイです。この前パパとママと戦った方たちですね。パパ？ああ、ユイは俺とアスナの子供なんだ。こら、あまりリアルのことを聞いちゃマナー違反だよ。正直すごく気になるけど。一応言っておくけど、まだおじさんと呼ばれる年ではないよ、絶対に。ねえキリト君、この人たちになら話してもいいんじゃない？そうだな。実はユイは外部からログインさせた AI なんだ。ザスカ、運営会社には内緒にしておいてほしいんだけど。驚きました、ユイは人間ではないのですか？ああ、人間のように見えるけどアファシスと同じ AI なんだ。ステータスを見る限り GGO のプレイヤーと全く同じみたいだけど。 GGO に連れていくためにアカウントを取ったんだよ。ちゃんと月々の接続料も払ってる。よくわかりませんが、そんなこともあるんですね。知らないことばかりなので。はい、アファシスさん、これから仲良くしてください。ユイちゃんとは以前プレイしたゲームで出会ってね。それからずっと私とキリト君の大事な子なの。そうなんだ。はい、よろしくお願いします。で、まあ俺とアスナは結婚しているんだ。あ、 GGO にも結婚システムがあればいいのに。まあそういうタイプのゲームではないような。おい、そろそろ。おっと、忘れてたよ。おい、キリト、しょっぱだから扱いひでえぞ。悪い悪い、こっちの大きいのがエギル。ナイストゥーミーチュー。この前は急に武器を売ってくれと言ってしまって悪かったな。 UFG についてザスカーから発表があったのは知っているか？今後はレア武器として実装される。俺も近いうちに手に入れて。うっ、最後に出てくるのが主役ってもんだよな。俺の名前はクライ。このメンバーの要、頼れ。 GGO 女性プレイヤーの熱い視線をちなみに絶賛か。あ、クライ、あんたというやつはこの冷え切った空気どうしてくれ。ほんとすごく寒いわ。ひでえ、シノンさんの氷の視線が身にしみるぜ。ここにキリトさんのスコードロン。スコードロンは作っていない。みんな付き合いの長い連中だからスコードロンのシステムはあまり必要ないかな。なあ、今までいくつかのゲームを一緒にプレイしていたんだけど、剣や魔法のファンタジー系ゲームばかりだったんだから、ガンゲーの GGO に興味があってさ。でもキリト君はここでも剣を。銃だって使っているさ、サブウェポンだけど。はいはい、それよりまだ。まあそうだった。
君は GGO に来て、この前のパーティーはとっても楽しかったから、だから気軽に。よかったじゃない。 仲間は町にもいるから。俺は SBC グロッケ裏道から変なショップ。あ、ごめんね。え、そう、参ったな。あ、カジノにでも遊びに。キーリーとくん。あ、わかったよ。場所の案内だけしたけど。じゃあ総督府の端末ターミナルの。よし、決まりだ。この総督府ではクエストの受注ができるクエストオーダー、今まで受付は会話できるアバシス。じゃあまずはあそこにある受付では共闘クエストを受けることができるんだ。パーティーを組んで共闘。そんなに緊張するなって。俺でよければ一緒に行くから。あっちのターミナルでは俺は貢献つ、あのアバシスに話しかけると自分の探索フィールドに出て賞金は、え、賞金ランキングを上げると。積極的にって言っても普通に話しかければいいからな。クラインみたいに口説きにかかる必要はない。俺の仲間も同じことを言って。でもクラインのことだ。もしかしたら何か起こるかもしれないぜ。総督府の基本的な機能、ちょうどいろいろ質問をしてくれれば。こんにちは。わかった。説明するわ。ねえねえ、こんにちは。わかった。説明するよ。説明しちゃいます。キリト、はーい、キリトだ。会えて嬉しいよ。ほっぺスリスリ。おい、ストレア、離れろって。いいじゃない、キリトだ。ストレア、他に人がいるんだし落ち着いて。もう見ているこっちが顔赤くなっちゃうよ。仲良しなのはいいことだよ。でもアスナに見られたらまずいんじゃないかな。勘弁してくれよユキ。キリト君はどうしたの？私たちは狩りの帰りなんだけど。なあ、前に話しただろ、この人がアバシスを手に入れたプレイヤーさ。あ、キリトの目の前でお宝をゲットした人ね。トレジャーハンターをやっているわ。アバシスのタイプ X も狙っているんだけど難易度高くって。私はとってもレアですから。こんにちは。私はストレア。キリトの友達なら大歓迎。仲良くしようね。君とはこの前のアスナのパーティーで会ったよね。改めてよろしく。僕はユキ。The one thing I'm trying to figure out
how Yuki's in this, because if you watch Sword Art Online 2, she dies. Spoilers, but sorry if you haven't seen Sword Art Online or not, but I'm pretty sure she died. I don't know how she's alive, but I'm very confused. If you guys could comment something below and explain to me how Yuki alive, because remember, if you watch the series, she passes away, you know, due to some disease she had, and she passed away, and she's still alive in this. I'm very confused. It's fucking messing with my mind. I'm gonna find out somehow. Anyway, enough of me talking. ね、思ってるね。努力が。ゆうきちゃん、私の名前はレイ。ちょっとリアルの用事が忙しく、ログイン率は低めなんだけど、見かけたら声かけて。 お願いします。お姉さんの連絡先を教えてください。申し訳ございません。ご要望にはお答えできません。そこを何？いらっしゃいませ。ご用件はどうぞ。申し訳ございません。クラインは一体何をしているのでしょう。 ここは見なかったふりをして帰った方がいいかも。な、お姉さんたち来てたのか。話しかけるタイミング。まあ、起こす。NPCを口説くのが大人なの。そんなのできるわけないじゃない。バカみたい。何言ってんだおめえ。1000回やったらイベント起きるかもしれねえじゃねえか。 だろ？分かってるな。俺が教えるのはアファシスについてだ。アファシスの正式名称はアファシステム。アファはアーティフィシャルファイナンシャルアドバイザーの頭文字直訳するとプレイヤーの財産受付のお姉さんに。もう500回も挑戦してたんだ。そんでアファシスには、
明するよ。やっほー。それでね、わかったかな。説明するよ。ちゃんと聞いてね。そこの君、何かお探しかい？お困りのことがあったらお姉さんに相談してみない。特別に初回限定サービス。今回はそれ以上の情報は有料だな。例えばこの3本つまり売る気はあまりないってことっす。驚いたかい？その前にブロッケン中のいいお得意さんになって、初心者なのにアファス、おかげで君の情報を見えても。じゃあこれ、説明するわ。キリト。ああ、プレミアじゃないか。新しい仲間を紹介するよ。こんにちは。私の名前。はじめまして。私はプレミアと申します。キリト。仲間とは親友や本妻、愛人より上ですか、下ですか。待て待てプレミア、頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、 AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC。 そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの、キリトさん。まさか。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲームオリジンの開発者に知り合いがいてさ。
ユイをプレイヤーとして GCO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送る。そうです、キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえて深くは聞かないどいてあげるけど、その表現についてはというわけで、プレミアも普通のプレイヤーとして、そういえばプレミア、お散歩をしていました。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ。ごきげんよう。以上となります。お疲れ様でした。説明します。あれ、君たち今日は買い出しかな。いつきさん。いや、クレハ君、ありがとうございます。調子はどう？お目、こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君の、いつきはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で、まだまだヘナチョコですけどこのアファシスには、それともマスで、いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった、あ、前からの約束じゃないですか。わかったわかった、ついてないな今度はゆっくり話す。あんた、いつの間に友達ができるの？私が先輩な。
君に相談があるんだけど。SBC フリューゲルが解放されたら、俺たちと一緒に攻略しないか？そうね。初心者には難か。あと確かアファシスが行けばや。でも攻略に残念だけど。でプレハさんだって十分強いじゃない。それもしたいけど、 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしていいコンビなのね。そう回したまさか対人戦はプレ多分クレハとあまり変わらないじゃん。だからSBC フリューゲ。ちなみに下心もなくはない。隠しイベントとかあるかもしれ。それに学校みんよし、これで武器やアイテムの準備も。アファシスも新フィール、なんかワクワクしてきたね。ファイターです。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして。私はデイジー、アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ、デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません、うん、どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら。
この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ。レア中のレア、 GGO 中で注目の的。噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でもアファシス、特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、本当にアファシスは自発的に感、特にタイプ X、 さらに戦闘だけじゃなくマスターの資産、実は参考に、とにかくだからタイプ X を街中で連れ歩くなんてよほど、まああなたの場合はアファ、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、あら、そうそう、タイプ X と、もちろんです。ところで迷子ちゃん、マスターのお友達にはレイちゃんと呼んでいただいています。本当の名前はマスターだけの。そうなの、よろしくね。よろしくお願いします、レイちゃん。いいわね、アファシスが2人並んでいる図。でも同じタイプ X なのに性格はず、何よりマスター以外の人に名前を呼ばれるのを嫌がるなんて、そんな性格設定はじ、なるほど、マスターが個性、初心者がグーズ。マスター、そろそろ設定されたおじ、いけない、今日はもうログアウトしなきゃ。
今日の買い物はあとこのクレハ。ああそっ、レイちゃん、そっちのこっちは私たち了解なのです。じゃあ行きま、そういえばさあ、家ってリアルねえ。もしやこっちでは頻繁に会ってるけど、クレハー、マスター、お店の前に奇妙な機械を発見したのです。撮影してきたので見てほしい。奇妙な機械、これなのです。これはそうなのですか。そうそう、あ、そういでクレハとマスターの、ええ、そうよ。それで二人でよくこういうカプセルと、普段は運のいい泣きべそかいてたこともあったよね仕方ないから。お二人の小さな頃は、そうかな、他にもそういうお話を聞かせてほしいのです。そんなの他のことは忘れたわ。今はそれより買い物が先でしょ。ほら、クレハ。さて、買い物。マスター、クレハ、最後に質問をしてもいいですか？さっきの話ですが。そうなのです。だからもう忘れ。はい。で、そんなにずっとってわけでもないけど。それなのに、どうして話。ああ、そういえ、もしかして喧嘩をしていた。そうじゃないわ。ええ、そうね。引っ越し、親の仕事の都合とか、借りてた家の事情とか。クレハの、ええ、うちのお姉、あんたもこの辺の話は知ってるはずよね。引っ越した時は仕方がないと思ってたし、今でも、でも知らない、お姉ちゃんのせいじゃないって頭では分かって。クレハは今でもかな、まさか。それよりもさ、え、ログアウトはいいのですか気が変わったの。
マスター、とっておきの情報をお伝えします。アファシス、つまり私は宇宙船 SBC フリューゲルに入るための鍵になります。つまり文字通り偉いでしょう。ありがとうございます、マスター。私はまだヘナチョコなの。それってどういうこと？私の機能は現在完璧。昔 SBC フリューゲルが墜落した時の。あ、そういう話だ。その後すぐに3パーツがなければ強化すればミサイルを発射できるようになったり爆撃。なるほど、アファシスの強化クエストってわけね。タイプ X 独自のものなのかな。マスターぜっ、まった。だろう。
に切る。応援してますよ。振りつかる。アファシス、恩に切る。なのです、チャンスなのです。へい、クレハ、やられたか。アファシス、やられたか。やった、まだまだいけるぜ。やった、これで終わりだ。心象ってところだ。頑張れよクレハ。嬉しいぜ、回復するぜ。助かるわ、すごいじゃない。クレハ、ありがとう。回復、サンキューです。応援してます。手を貸してくれ。倒した、当てる。これで終わりだ。すごいじゃない。クレハ、嬉しいぜ。エネミーだ。手を貸してくれ。食りつかる。いいじゃない。さあ、さあ。やっ、すごいのです。お疲れ、いいペースだ。やっ、エネミーだ。スナイパーに注意しろ。すごいすごい。これで終わりだ。ネームドエネミーだ。倒せるか。すごいのです。いいじゃない、すごいじゃない。クレハ、ありがとう。アファシス、オンに切る。やるわね、クレハ。おう、すごいじゃない。クレハ、嬉しいのです。やった、お疲れ、いいペースだ。目的地に到着しました。ラスト、痛っ。手を貸してくれ。すごいのです。倒しました。すごいすごい。アファシス、オンに切る。
見つけた。セラッ、痛い、回復を頼む。警戒し続けるんだ。ヘイトを散らしてくれ。いける。